どうも、ベタです。三国無双やっていきたいと思います。で、今回はリリース記念無双パックというものを見ていこうかなと思います。まあ今回、リリースにあたって新しい無双ボックス。まあ、自分たちに役立つ無双ボックスをもらえます。で、こちらの中身が、高級経験点のものが10個。で、星3から星6出る武将の巻物が10個。で、星3から星6装備が出るものが10個。まあ、かなり安くなってるんじゃないかな。一応、下の2つだけで、まあ、一応ガチャで、星3から星6出るというものがあって、それ10連回すのに、11連回すのに、だいたい3000円とかそんなものかな。なので、まあ、6000円、それ2つぐらいで、価値はあるのかなと自分は思ってます。もうちょっと価値はないかな、わかんないけど。で、上のもので経験点のものもありますので、ぜひこれはもし、まあ、無課金でやるぞーっていう方は、まあ3000円というね、ネット上のものは使えないもので、まあ現金で買うものですので、まあ使えませんが、もし無課金じゃなくてやるぞっていう方は買ってもいいアイテムなのかもしれません。まあ、今回自分が買ってみてね、どういうものなのか試して。もしそれが良ければ、皆さんもぜひ買ってみてください。で、初めてパックもありますね。これも一応あるんですけども、これはちょっと自分迷い中です。正直、迷い中です。いいのかなーと思いつつ、360円だからいいのかなーと思って。まあじゃあ両方買いますか。どういうものなのか見ていきましょう。まずは初めてパック買っていきます。はい。ちょっとカットしまーす。はい、買ってまいりました。初めてパックの方買ってきましたね。この2つがもらえますということで、まあとりあえず一度開放していこうかな、バッグの方で。で、消耗品で、どこ行った、これか、これ、武将ガチャからランダムに武将1枚ゲットということで、これ使っていきましょう。はい、1個ずつなのかな。はい、星3かな。残念ながら星3です。まあもう一丁、あと5回ある、あと4回あるんでね。さあ金色光れ、お光った、さあ来い、光中銀星4、もう一回、さあ来い、起きた、あー張飛の銅か、残念ですね。レベル星5とか来たら楽しいんだけどなー。あー残念、レベル3ですね。学神ラストでーす。あー、レベル3。聴覚。まあ、こんなもんですと。で、あとはこれ。普通にドロップもするものがね、初級の。経験とアップ。まあ、これが入っておりましたということで、一応これが、1個目の、ストア。これが、アイテムパックの、初めてパックのものがこれでした。で、次、リリース記念無双パック買っていこうかなと思います。では、こちらも少しカットさせていただきまーす。少しお待ちください。はい、買ってまいりました。これが、リリース無双パック、買ってま、リリース記念無双パックですね。買ってまいりました。では、こちらの方も、使っていきましょうか。使っていく消耗品。で、どこ行った ?10 個?これか。これもらっていきます。使用します。はい、もらいましたと。では開けていきますか。はい、開けると3から6の装備1点を獲得ということで、まずは装備ボックスの方から開けていきます。では行きましょう。まあ10連やっちゃいましょう。いいでしょう。はい、おーっと、なんか微妙なものが並びましたね。星4が1個。お、でもこれ金色じゃない、これ金色、左下金色ですよね。おお、これは、ありがたい。金色は裏、ありがたいですね。最終的にやっぱレベル上がるのは金色なんで、これは置いとこうかなと思っております。で、今回、武将の方もやっていきます。では、武将の方。これは1枚ずつなのかな?さあ、金。精細。お、でも、レベル5。星5ですね。でも、どうだな。5の将軍が来てほしいな。5! あー、残念。レベル3だ。
はい、これはいらなーい。可愛いけどね。さあ来い銀。やっぱりガチャの方が確率高いのかな。うん、巨長。はい、もう一回いきます。さあ来い銀。義援。裏切り今のの義援。さあ来い。お、金来た。で長江、結構好きなんですけどね。長江、長江好きだけど星4銀なら使えないかな。こいつは PS2 とかの時は足が速くてジャンプ力もすごかったじゃないですか。だから結構自分使ってたんですよね。愛用しておりました。攻撃範囲も意外と広かったし。で来い。あー残念。ローシク、ローシクは持ってるからね。もう一回。さあ来い金。来い加工へ。うん、銅の星4はいらないかな。もう一回。さあ来い星6とか金とか見たいな。義援、星4ですね。さあもうそろそろラストかな。銀脅威、こいつも強いんだよな。でも銅のレベル3はいらないかな。そろそろ最後。さあ金来い。金、金か星6。残念でした。デュエル星3銀で、これで一応終わりですね。で、あとはこのレベルアップに必要な1500ポイントを経験点もらえるものが10個入っているということで、まあこれは使わなくてもいいかな。使っちゃうとレベルは上がっちゃうからね。うん、ではいや、あげずにいきます。で、あと適当に、回っててもらったもの開けていきましょうか。はい、もらいましたね。うん、まあ、こんな感じでもらえるんですね。はい、レベル2で、これはまあ決まってるんでもらっておきましょう。まあ初期でもらったですね。変な音でするな本当に。で、あとはこれも初期でもらったやつ、チュートリアル報酬。結局開けてなかったからね。はい、何もらえますか。通った。で、あとは使うとランダムと、あとはこれか。一応上げてきまーす。まあ、レベル1なんで、しょぼいですけど、利点。もう一丁。超かっこいいな。間違って上のランクが出ないかな。よ、霊気。はい、まあこんなもんでいいのかな。あとは星3のガチャ、これも引いとこう。星3なので銀ですね。もう間違って金色のものとか出ないかな。さあ来い。聴覚銀。さあ来い。聴覚どう。まあこれはいらないっすね。で、あとはこんなもんでいいのかなとは思っております。はい、では本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。今日はまあ、初めてパックと、リリース記念無双パックの説明でした。まあ課金される方でやるならば、まあこれは買ってもいいのかなと、買ってもいいが、アイテムなのかなと思います。あと課金者ならば、買ってもいいか、いいものがあと何個かありまして、自分も買ってるんですけども、どれだっけ、違う違う、あれここだっけ、違うな、あれあれれ、燃やし尽くしてやる、これか、これの、レベルアップなんたら、レベルアップなんたら、あ、これですね。28日パックっていうやつと、あとは、レベルアップで、うん。
ボーナスがもらえるっていうものがあります。自分も一応もう20レベル近くまで上がってるんで、ある程度ボーナスはもらっております。あれはお得なんで、買ってもいいかと思います。では本日はここまでとさせていただきます。また、次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。